セリコーティビューは、はい、今年発売になります、ゼフィロス、はいはい、全9機種になっておりまして、スピニングが5種類、ベイトが4種類の全9機種です。で今回この、ゼフィロスシリーズのコンセプトとしましては、そのトータルバランスを高めることを目指して、設計させていただきました。例えばすごいパワーがあるとか、すごい繊細だとか、すごいってそこをなんかこう強調しちゃうと釣りってしづらくなると思うんですよ。ちょうどいいパワーで、ちょうどいい操作感だったり、あの感度を、出したいっていうことで、その釣りに、使うリグ、使うルアーに対してちょうどいいっていうバランスで作っております。左から 60UL で、すぐ動いた。ソリッドティップの、繊細な先のダウンショットとかスコラボをやりやすいモデルで、それの兄弟竿的な感じで S61L っていうモデル、これは、チューブラートップの、ちょっと張りのある、例えばちょっと弾き系のライトリグをやるのにすごい向いているモデル。続きまして S63L、 これはレギュラーテーパーになってて、サボ大きく曲がるんですよ。しなるんで、そのしなりを使ってスイッチベイトとかミノーとかシャツをスイッチしやすい竿になってます。で、64ML、 これは五十嵐的にはパワーフィネスモデルっていう風に位置づけさせてもらってて、PE タックルで提灯だったり、まあ、ちょっとこうライトカバーに PE で入れていく。で、そんな中でそのライトリグを繊細に操作するための軽快さを持って、パワーは比較的落としてあります。これはもう引き抜くときは PE の強さに頼ろうっていうところで、操作優先、操作かけるの優先で、 S60UL は、まあ、ノジリコなんかで、まあ、ライトキャノとかを扱うのにちょっとこうリーダー分差を長くしてやることによって、まあ、リーダーの長い仕掛けでも操作しやすい。でちょっと固めに作ってあるんで、まあ、重いキャノとかでも使えるようになってます。これ最後までいきますはい、じゃ続きまして、B66MH、 これは、まあ、僕で言うとライトテキサスとかスピナーベイトを使う竿、まあ、内も巻きも両方できるっていう、ちょっとなんかこうオールラウンダーな感じの竿なんですけど、まあ、その何ですかね、7g から14g みたいなぐらいのウェイトのルアーをキャストしたり操作したりしやすい。テーパーとしてはファーストテーパー気味で、バットがちょっと硬い家計上司のスノーになってます。はい、続きまして B65M、 これはさっきの竿と、まあ対照的に比較的マイルドなレギュラーテーパーな竿です。なので、コンパクトにキャストしていくときに竿がしなって、すごいキャスティングがしやすくなって、で、巻いてきたときに竿がしなるので、このルアーの泳ぎを殺さずにナチュラルにアクションさせることができるモデルとなっております。はい、残りがベイトフィネスのモデル2タイプになるんですが、まずこちら B68ML、 こちらは、まあ、ライトプラッキング用のモデルとして、68っていう長さと柔らかさを持っているので、軽量プラグのウェイトを乗せやすいっていうところで、ちょっと長めの68で、まあ、巻いてきて、掛けどころのあるレギュラーファースト、ちょっと前目の掛け上司の竿になってます。僕亀山で言うとメタルバイブとかやるのにすごい大活躍の一本となっております。で最後、64ML、 これはもう本当にベイトフィネスの王道というか、本当にネコリグとかスコラバをキャストしやすくて、64っていう長さなんでシェイクしやすい、振りやすいっていうモデルになってます。以上、旧機種、ゼフィロス発売になりますので、ぜひ皆様、まあ、展示してあるのも触っていただいたり、お店に並んだらそのお店でも触ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、ここから釣り子 TV って伸びがあるんですけど、はい、
冒頭のやっぱりリザーバー亀山ダムとかで釣りする人が結構見てくれているんで、五十嵐プロのトモラバでグラブをつけて、寒い時期でもバッタバッタとバッツ釣ってる、あの釣りなんか気になるんですけど、もしよかったらこの中でこの機種でこんなイメージなんだけどとか。難しいんですけど、はい、ボトムを丁寧に触るんだったら、はい、僕はこの 60UL っていうモデルを使います。 6フィートのモデルで、はいはい、で、まあ、なんでかっていうと、まあ、ティップが柔らかいんで、ボトムに触った時にボトムを弾かないでボトムに沿って引きやすい、はい、まあ、ボトムシェイクとか繊細なシェイクがしやすいんで、まあ、ボトムシェイクで使うならこれ、はい、ただもう一つやり方があって、リフト&フォールでこうスイミング気味に使うことがあるんですよ、はい、そういう時はこの竿だとボトムのストラクチャー噛んじゃうんで、ちょっともう一個の硬い 61L っていう竿を使います。この竿を使うことによってリフトした時にだるさがない、この竿先が負けずにリフトできて、で当たりはもうカーブホールとかだとスラックが、ラインスラックができるんで、そのスラックを見て、でその振動が手に伝わりやすいから、チューブラーの 61L を使うといいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ぜひロックスよろしくお願いします。